そうですね、あの皆さんちょっと不思議に思ってる人もいてるかもしれないですけど、はい、これあの CD に合わせてるんじゃなくて、はい、あのエディのトラックがないんですね。だからギターが入ってない、バッキングトラック、あの YouTube から落ちてたんで、それちょっと光栄になってる。ありがとうございます、はい、あのこれはちなみに完全制覇はあるんでしょうか。ありますよ。おお、ちょっとやりたいですね。あのね、これ、はい、あの皆さん僕の完全制覇勝ったらみんな弾けてるみたいな。おお、すごい、来た、来ましたねこれみんな弾けてるらしい。もうこれは今日ちょっと買うしかない。ありがとうございます。ですね、ありがとうございます。すいません、ちょっと混んできましたので、ご予約いただいているお客様でまだ座れてないよというお客様いらっしゃいましたら、ケンパーの、デモンストレートということで、なんとですね、ケンパーの専任の、スペシャルのプロダクターの方来ていただいてますので、ちょっとお呼びしてケンパーのお話を少しだけさせていただきたいと思います。ケンパーのスペシャルスト久保山さんでございます。入場お願いいたします。なかなかケンパーね、よく見るけど実際思想するのもなんかちょっと怖いというか、ボタンって何したらええねん、プロファイリングって何やねんみたいな。あのマニック、はい、あ、大丈夫です、よいしょ、すいません、プロファイリングって何やねんみたいな話もあるので、ちょっとまあせっかくねこれ薩摩さん使っていただいて、言おうとしてるので、そのあたりをちょっとご説明いただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、どうもよろしくお願いします。ケンパーです。よろしくお願いします。なんやねんという。そうですね、どっから話しましょうかこれあの、まあ、要は、中身はデジタルなんですけど実はね、ああ、で、真空管ギターアンプの音を再現するというもんなんですが、まあ、こういうものは他にもケンパーの他にもいくつかあるんですが、ケンパーだけがやっていることっていうのが一つありまして、それをプロファイリングって呼んでます。でそれは何かというとですね、まあ、ケンパー以外のメーカーさんのものっていうのはメーカーのエンジニアさんがこういろんなアンプの音が出るようにこうプログラミングをしたものが入っているわけですね。モデリングアンプとかアンプシミュレーターという名前で呼ばれますけど、でケンパーのエンジニアは実はその部分はやらなくてですね、なぜかというと、このケンパー自体が目の前にあるギターアンプ何でもいいんです、を自分でですね解析して取り込んでしまうという機能を持ってます。ですから極端に言うと、皆さん自分で作ったオリジナルアンプ、これがそのデジタルになってどっかのメーカーのやつに入っているなんてことはほぼありえないんですけども、もし自分で作られたアンプがあればその音を、デジタル化してねこれに取り込むことができるというようなものです。そうですね、もうなんか最近のジョン・メイヤーとかはもうリグだけ持ってきて、ね、USB、はいはいはい、音色、自分の音色をリグにできるんですよね。ここに USB に取り込んでリグだけ持ってきたらもう日本でこうケンパーさせたらもうその音が出るという。そうですね、まあ中はほとんどコンピューターなんで、まあ、データだけ持ってくればめちゃめちゃ軽いし便利、壊れないしという。あとはさすがにね、僕もそうなんですよ、家にヴィンテージアンプ10台もない20台もある人間ではないですけど、ご安心ください、もう最初からもう抜群のサウンドがですねもうインストールされてますので、もう買ったその日からめっちゃ音いいやんっていうやつが入ってますので、まあ、その辺はぜひね、今日終わってからちょっと皆さんの方でもご希望あれば思想等もぜひしていただきたいので、興味ある方は、まあ、僕がスタッフの方に言ってもらったらケンパーで一応音出しできるようにしてますので、よろしくお願いします。なおかつ今日はですね、もう薩摩さんがオリジナルリグ、オリジナルって言ってるんですかね、これオリジナルリグ作ってきてくれまして、パフォーマンスに関しては ね、まあこの100いくつ、配ろうかな、はい、お配り、私が作ったじゃない、どう言ったらいいんでしょうね皆さん一番不安かもしれないですけど、パソコン、家にパソコンがあってある人がケンパーとつないだら自分の好きなマーシャルとかもう高いエングルとかボグナーとかもう好きな1959、1987全て取り込めます。それが、サウンドキャラクターとなって現れます。これはマーシャルの音ですね。で逆にエディの、EVH の5150ね、これはもう
エディの音でしょ。エディ突き出すとね、これぐらい違うんですね。だからこれマーシャル買って、EVH 買っただけでもう何十万です。ほんでこれエフェクターも全部入ってます。だからエフェクター探しの旅とアンプ探しの旅が今日終わってしまうと。もういらんお金使うんでいいんです。もうこれさえあればね。ありがとうございます。こういうことです。そういうことですね。もうその通りです。もう予定のもう用意してたセリフな感じ。ありがとうございます。もういただきましたので、もう本当にね、薩摩さんもみそののライブ去年やられた時結構ね足元をされてたし、もうみその行かれた方はもうあのみその良かったですね、むちゃむちゃ音良かったんですけど、もうすっきりとしたねセッティングで、はい、行けましたので。そうですね。ほんなら例えば皆さんバンエーレン好き知ってますよね。はい、ね、こういうねもうフランジャーもね、これもう MXR が売れなくなるんですよ。こういう風にね、すごい、アサインできるし、さっき、久保山様にも教えてもらったんですけど、様じゃなくていや、もう緊張した。こんなに緊張したことないんですよ。日本ケンパーの、もう日本ケンパーのもうね、大体今日初めてお会いしたんですよね、でもね違うんですよね。この方ね、お忍びで私のお店食べに来てるんだ。バレてる。薩摩さん、あの YouTube で言うてたことあるやろとか言ってくれる。まあまさかね、もう僕からしたら神様みたいな。それはありがとうございます。いやもうあの YouTube で説明していただいてることはもう本当に分かりやすく言っていただいてるんで、何一つあれ言っちゃダメですよみたいなことは言ってない、はい、あれ言っちゃダメですよ、あれ他の今日初めてお会いしたんで。まあ本当にまあこんだけ、100いくつ私今回のために作ってきたの で、 そうですね、これ見ていただいて、これ今日ご制約もしくは持って帰ってやっぱ欲しいなっていう方は、はい、石橋があって夢があってのほうぜひお電話いただけたら、はい、なんと今日はですね、コルグさんも気合い入れて USB プレゼントで持ってきてくれましたね。なんと光るんですよね。かっこいい。僕も欲しい、それも差し上げないと。ケンパのロゴ入りの、はい、光る USB とこの中に薩摩さんの作っていただいたね、魔法版スリューガー、すぐライブでも使えますし、この中でね、そんなライブとかしない家で楽しむっていう人こそ持ってもらいたいというところもあるんでね、はい、好きなリッチのとかね、インクベル、ね、はい、これを買えばもうね何でもできるし、はい、もうね、まずもう今日買えばお好み焼き券もついてます。今日10回ぐらい言うからお好み焼き券。おかげさまでもう本当に今日だけで実はもう4台ぐらい売れてまして、ありがとうございます。もう本当に待ちわびたサウンドですね。もうすぐ手に入るので、ちょっともうね、ちょっと試奏したいなっていう方はぜひ。あとまあ種類がいっぱいあって、これなんやねんって、ね、僕も思ってたんですけど、パワーアリっていうやつが今薩摩さんが使っていただいてるのがパワーが入ってます。パワーアンプがなんでそのままキャビにつなげるよう、だから値段がちょっと高いんですよね。でもう一個ここがパワーなしのやつもありまして、それだとまあ卓録専用の方とか、もしくは自分でパワーアップ持ってる方とかは、まあ、ちょっとお値段抑えれますんで、そっちと。で、種類的には、あとラックタイプがあります。これがヘッドタイプで、こう横長のラックになるやつですね。ちゃんと皆さんが買って帰れるようにいっぱい用意してますよね。ぜひ、そうですね。50前後の方ね、僕もそうなんですけどね。はい、一番この光ってるの綺麗けどね、これ触った、手当たったらとか、これもう関係ないです。これエフェクターがね、8個ぐらい、並べてて、これ、オンかオフかですよ。めっちゃ簡単、ね、長押ししたらその中で、ちょっとリバーブもちょっと、ね、深くかけてても ここに出てるつまみだけでいいですしね。本当にもう何もしない、もうとにかくパソコンからつないで出て取り込んだ音がいい音ばっかりなのでね。ありがとうございます、はい、それじゃあではこの5150、はい、プロファイリングです。はい、もちろん EL34 の真空管サウンド、真空管サウンド、はい、真空管ではないのに真空管、はい、真空管と、この曲に合わせたディレイタイムをお楽しみください。ありがとうございます。じゃあ3曲目いかせていただきます。ドリームズお願いします。
欲しくなった感じが、もうね、最高の EVH サウンドとケンパーのサウンドなんですけど、もうなんなら皆さん EVH とケンパー同時購入という話も全然ありだと思うので、ぜひ ちょっとこんできましたので、またお席ご予約されている方でまだ